御嶽海の大関昇進正式決定。満場一致。長野出身では来で以来227年ぶり。日本相撲協会は26日、東京、両国国技館で臨時理事会と大相撲春場所、3月14日初日、エディオンアリーナ大阪の番付編成会議を開き、関脇御嶽海、29歳、出羽の海の大関昇進を満場一致で正式に決めた。長野出身では江戸時代に活躍した来で以来227年ぶりの新大関誕生。東洋大では初めてとなった新大関誕生。20年11月場所の正代、時津風部屋以来、平成以降では29人目、平成生まれ、照ノ富士、高安、貴景勝、朝乃山、正代に続いて6人目、長野県出身、1795年の来殿以来、227年ぶり2人目、出羽の海部屋、75年級、終場所後の三重の海以来47年ぶり4人目、学生相撲出身、豊山、輪島、朝潮、武双山、出島、宮城山、琴三月、朝乃山、正代に続き10人目、東洋大出身では初、付け出し、豊山、輪島、朝潮、武双山、出島、宮城山、琴三月、朝乃山に続いて9人目、朝乃山は3段目100枚目、豊山と御嶽海は幕下10枚目、それ以外は60枚目、三役通過、年6場所制となった58年以降、28場所は4位のスロー記録、最速は照ノ富士の2場所。